2017年世界王者奪還へ、羽生譲るを支えてきた二人の女性。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。昨年12月の全日本選手権をインフルエンザで欠場した羽生譲るだが、2017年もフィギュア界は彼を中心に回るのは間違いない。男子は四回転ジャンパー時代に突入し、 若手のオノショーマやネイサン・チェンラが対等する中、3種類の4回転を操る。ハブ自身も怪我を克服し、母ユミさんや ANA スケート部の白田則子監督のサポートで世界王者奪還に挑む。白田氏といえば、かつて、フィギュア界の女帝とマスコミ報道された人物だ。06年3月、朝日新聞が日本スケート連盟の不正会計問題をスクープ。規定にない金銭。 通信費や運営費などを受け取っていたとして、翌月には白田氏を含む8人の理事が隕石辞任した。元連盟関係者が話す。いわゆる悪質な金銭授与ではなかった。組織の決裁を待つ余裕がなく、私的な判断に基づく運用と言えるかもしれません。その目的にしても、強化選手に関わる出費などだったと記憶しています。だからこそ2年後には、 現名理事会の容認の下で海外の試合にジャッジとして派遣されたし、09年にはすぐりふみえと小田信成からの活動復帰要請が通り、現場復帰を果たした。実は、その白田氏はハブの母、由美さんの良き相談相手だったという。ハブの地元、仙台のマスコミ関係者が振り返る。措置五輪では練習環境の調整や演技局の選定、衣装選びなどでサポートしたと報じられたが、 ハブが10年に日本人で4人目、02年高橋大輔、05年織田信成、06年小塚隆彦の世界ジュニアチャンピオンに輝いた頃から、すでに陰で2人を支えていた。ハブのスケート人生の歩みを語る上で有名な話の一つが、2歳の頃から全息を抱えるハブへのケアをめぐる連盟とのトラブルだという、前室のマスコミ関係者が続ける、飲み薬だけでなく、 吸入薬も常備しなければならない。ゆずくんにとって、海外遠征は心配事でした。飛行機だと、気圧の変化によって、全速の発作を起こしかねないからです。仕方なく、ゆミさんは自腹で同行していましたよ。聞けば、連名に願い出ても、ドクターがいますからの一言で却下されるばかりだったそうです。旅費問題ばかりではない。関係者パスさえも発行されず、一般チケットを購入して会場入りしていた。 見かねた白田さんが、マスコミ関係者を通じて取材パスを用意してくれたこともあった。ただ、そのパスでは、ミックスゾーンで声をかけてあげることぐらいしかできない。安藤美希や浅田真央クラスであれば、家族パスが2枚以上も簡単に用意されていただけに、連名の対応に疑問が残ったものです。全室マスコミ関係者、当時を知るスポーツ紙たメラマンも、同行する母親を目撃していた。 飛行機の中でおっさんに襲われないようにするためなのか、お母さんが一晩中、背中を優しくさすっていましたね。リクライニングにして足を抱えるように横向きに寝ているハブくんが、時折親指を噛むような苦しげな表情を浮かべることもありました。現在発売中の、セブンイレブン、限定ムック、朝、ジョプレミアム。朝ジョプレミアムでは、そんなハブの、絶対王者への奇跡をグラビア特集 10P で振り返っている。 決戦を前に一読してみてはいかがか。羽乳譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という異業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ちゃん